さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、じゃじゃーん、スリーコインズとあとラティスっていうアクセサリーショップでお買い物をしてきたので、そちらの購入品を紹介していきたいと思います。スリーコインズではですね、雑貨も買ったんだけど、最近アクセサリーにちょっとハマっていて、特にねヘアピンとイヤリングにハマってるんですよ。なのでそれを結構多めに買ったかなっていう記憶ではあります。ちなみに今つけてるこれ、パールのパッチン止めもラティスで買ったものをね早速つけてるんだけど、ラティスではね3点購入して、スリーコインズではですね8点購入しました。じゃあまず少ないからラティスの方から紹介しようかなと思います。まず1つ目が今紹介したこちらのパッチン止めです。これすごい大きいんだけどね、パールですごい可愛いんですよ。これ4色展開だったんですけど、私は超白じゃなくてちょっとこうクリーム色っぽい感じの白をこう選んできたんだけど、他にもこのパールのピンと、あとはこの金のピンがついてきて、これが300円だったかなと思います。もうこれが欲しくて行ったんですよ今日は、ラティスに。なので買えて満足です。でイヤリングも可愛いのがあったので一つ買ってきたんだけど、こちらです。じゃじゃん、これがビーズになっていて、こう大きめのピアスになります。こういう感じになるんだけど、このビーズのとこがすごく可愛かったし、留めるところもこのゴールドになってて可愛いんですよ。こんな感じ、夏に向けてすごい爽やかでいいかなと思って買ってきました。このビーズが取れなければいいけど。そう、よくねピアス開けないんですかって聞かれるんですけど、イヤリングがあるから痛い思いして開けなくてもいいかなって思うし、こんなに可愛いからね、今はなんか開ける予定はないです。これ買ってきました。あともう一つ、アクセサリーではないんですけど、こんな感じのアクセサリーを置くボックスを買ってきました。これが S サイズで、 M サイズもう一回りぐらい大きいのがあったんだけど、S サイズを買ってきました。これは机に置いてこうかなと思って、青とか紫とかもあったんだけど、シンプルな色にしました。こんな感じのグレーっぽいものになります。ここがちょっとクッションっぽくなっていて、まあさっき買ったこういうアクセサリーだったりをちょこっと置くように買ったんだけど、私あのアクセサリーをほんとどこにでも置いちゃう癖があって、机の上に置いてるのにどっかに行っちゃってるってことがねたまにあるので、もう置き場所はここって決めて、ここにしか置かないようにしようと思って、なくすの嫌だからこれを買ってきました。これは500円だったんだけど、可愛いよね。ちょっとオシャンな感じがしていいかなと思って買ってきました。ラティスでの購入品は以上になります。で、スリーコインでの購入品なんですけど、くまめきちゃんの動画を見て欲しいものがあったので、それを買いに行ってきました。それを一番最初に出します。こちらです。じゃん、スマートフォンクリップホルダーになります。欲しかったの、これが欲しくて行ったのあのくまめきちゃんの動画でこれが出ていて、スマホをねあのこのなんかクリップに挟んでベッドサイドとかにこうパチンって乗せて、こうスマホをこうできるのよ。あの私映画とかドラマとか、あのパソコンを開くのがめんどくさくって、スマホのねちっちゃい画面で見ることがまあまああるんだけど、その時にさここで見れたらやばくないと思って買ってきました。これはね絶対欲しかった。これ300円ってすごくない？でも足りるかな、ベッドサイドからの私の頭上に。結構長いわ、いけるな多分。こういくでしょ、こう、あ、いけるわ。これでスマホを、なんだこれ、どうやってやるんだ、アームにプラスチックナットを通す、こうだね。でこうシュピシュピシュピシュで、こうして、え、これめっちゃいい、ほんと最高って感じ。これはね絶対に欲しかったの。でここがクリップになってるから、ここに、え、めっちゃ硬い、何こっちのクリップに携帯を挟んでこうやって見る感じかな。あ、でも大丈夫かな、これいけるかな、顔にいきなりワーンと落ちてきたりしないかな、怖いけど、若干怖いけど、これが欲しかったのよ。これで私もう快適生活が始まるから、完全にもうベッドから出ない生活が始まるわ。ヨンボヨンボヨン、痛い、これを使って私堕落したドラマ生活を送りたいと思います。これゲットできたからもう今日は大勝利。次はなんか近くに置いてあったから買っちゃったんだけど、モバイルファンっていうスマホにつけるだけで扇風機になるやつです。これめっちゃ気にならない？使えたらさ、だって無敵じゃんって思って買ったの。つけてみます、いきます、せーの、こっち、いい感じの爽やかな風が届いてる。結構がっつり風来るよ。え、いいじゃんこれさ、だって普通にスマホ見ながら。でもね、この自分のホームに戻りたい時、天の人はここ触んなきゃいけないじゃん、ピューンって。これちょっと指が巻き込まれる可能性がありけりって感じ。でもどんだけ自分のスマホのバッテリーが消耗されるかわかんないけどさ、普通に手持ちで私もあのライアンのやつを去年買ったんだけど、それを持つよりこうコンパクトにできるから、ちょっとこう涼みたい時、電車とかでさ普通にこうつけて
で夏やってもいいかも。でこれ全然私好きだな。羽がねこうもろで出てるからちょっと危ないっちゃ危ないかな。髪の毛巻き込まれたりするのはちょっと危ないかなって思うんですけど、気をつけて使えばいいかなって感じです。これはね多分アンドロイドとかもいけると思います。ワンチャンこれモバ銃で使える気がする。端子が3本あるので携帯いろんなのに対応してると思います。まあこれは多分使う私はなんかもう夏は外出たくないなって思ってるんだけど、まあしょうもなく外出る時とかには使いたいと思います。これいいね。大きいの持ち歩くよりは楽でいいわ。次、じゃじゃん。枕パッドを買ってきました。ちょっと待って、これ私これ形合うやつ買ってきたからじゃんと。あ、ちょっとちっちゃいわ、私が使ってるやつより。まあでも、いっか。私が使ってる熊の枕の上にちょっとこれ敷こうかなと思って。バスタオルを巻いたりしてたんだけど、なんかね、熱くなっちゃうのよ。で、これがね、なんか、ひんやり快適パッドみたいな感じだったから、買ってきてみました。で、夏の布団のシート、シーツか、は、水色なんですよ。なんか、それも冷感パッドみたいな感じなんだけど、それに合わせて、これも水色を買ってきました。ブリーチしてからは髪の毛乾かさないまま寝たことはないんだけど、まあね、そんな時でも、これ吸水性が抜群らしいので、しかもこれさ普通にそのまま多分丸洗いできるよね。枕にこうつけるじゃん、後ろこうやって枕入れて、で洗いたい時これだけ取って洗えるしと思って買ってきました。これいい感じだったらピンクバージョンもあったからちょっと買ってこようかな、夏に向けてって思ってます。あとはね雑貨最後がこちら、ドゥドゥン、アイスキューブになります。これ結構いっぱい入ってるんだけど、私はねプラザで前500円ぐらいで買ったハートのやつをお家に常備してあるし、ずっと凍らせてるっていうか冷やしてるんだけど、それがねすぐぬるくなっちゃうっていうか常温になっちゃうよね、あの水に負けてだからいっぱい使うからそれのためにと思ってこれも買ってきた。300円でね結構入ってるからいいかなと思って。これ柄が何種類かあったんだけど、私が買ってきたのはアイスキャンディーの柄とソフトクリームと、あとこれもまあソフトクリームなんだけどこうポンコポコってなってるやつ。柄は3種類で色は4種類かな、この4種類のものになります。結構入ってる本当に。おお、なんだ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 、そこから何かしらが出てきた。結構入ってるのでこれを冷凍庫で凍らして飲み物飲む時に入れると味が薄まらないっていう画期的なものになります。炭酸とかね飲む時ね味が薄まるし、なんか炭酸も薄まる気がするからこういうのを使うことの方が多いんだけど、あとね氷よりも冷たくならないのよ。私体を冷やさない生活をね頑張ってしてるから、それもいいなと思ってこれを買ってきました。閉まらんってことで雑貨はこんな感じです。であと最近ハマってるアクセサリーを買ってきました。ほんとスリコのアクセサリー可愛いんだよね。めっちゃまずヘアピンがねこの2つを買ってきました。じゃじゃーん。これがなんかパールとかビジューっぽいのが連なってるピン、こういうクリップで、こっちもクリップなんだけど、これはまあシンプルなちょっとツヤが艶消しっぽい感じ、なんていうのかな、のクリップ、大きいのとちっちゃいのです。こういうクリップってあのボブにとってはすごく便利で、私ボブにしてからヘアアレンジとかもなんかいろいろやんなかったんだけど、クリップ1個ここにポンってこうねこういうのとかねあったり、あとはバッテンピンしたりするだけでなんかちょっとヘアアレンジしたっぽくなるからすっごいおすすめ。ボブの人、ボブショートの人でピンとかすごいおすすめなのでもう見てみてくださいあ、でイヤリング買ってなかった。あとはあイヤリングじゃないんだけどね、これ買ったの、イヤカフみたいなやつです。なんか韓国のアイドルとかがねつけてるのをね最近ねちょこちょこ見るんよね。だから流行るのかなと思って1個だけ買ってきてみました。これ多分穴が開いてなくても使えるってやつで、耳タブじゃなくってここら辺こんな形になっていて、ここが隙間が開いてるからここから耳に通してつける、こんな感じでつけるものになってます。あ、これ全然痛くないし落ちる心配もないし、これいいわ。位置をちゃんとしないとなんか何つけてんだろうなってなる感じはあるけど、いいんじゃないかな。適当な場所につける感じかな。あとはここら辺につけてみるとかがいいのかなと思います。今ねここついてないんだけど、トラガスね、トラガス1個あるとね結構存在感があるので、トラガスとこれ一緒につけたらあれかなちょっといかつくなっちゃうかなっては思ったんだけど買ってみました。ちなみにねデザインはちょっとこの真ん中ら辺が太くなってるの分かるかな、こういう感じになってるものにしてみました。超シンプルなやつで、最後が初めて買ったんだけど指輪を買ってみました。これ可愛かったんですよ。おぴったり、結婚指輪みたいなとこもつけちゃったんですけど、こんな感じです。下のリングがすっごい細いやつなんだけど、なんか結び目みたいになっていてワイヤーっぽい感じで、これがハートのリングです。で両脇になんかこう石みたいなのがついてるやつ、これ別に片方だけでつけてもね可愛いなと思って
ってみました。かわいい。というわけで今回はほぼアクセサリー中心だったんですけれども、スリーコインズとラティスでの購入品を紹介してみました。300円でね、こんな可愛いアクセサリーいっぱい買えるんだなって思って、最近すっごいね、もういきなり急にハマっちゃったんですけども、アクセサリー一つつけたりするだけでテンションとかも変わってくるかなと思うので、夏だしね、ボブとかショートとかでヘアアレンジとか悩んでるって人とかはほんとヘアピンおすすめだし、ちょっと耳こうねかけてさ、出してさ、イヤリングとかをここにピロンってなっててもすごい可愛いと思うので、ぜひぜひスリコとラティスチェックしてみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。